おかげさまで入宿は8500人を超える宿泊客が利用するようになりました。ようやく軌道に乗ってきた感があったんですけども、今回のコロナ禍で大きな影響を受け、非常に厳しい状況に強いられています。でも大学や企業とも連携を取り、今オンラインによる研修やツアー事業に取り組んでいます。これがとても好評でして、ウィズコロナをつなぎ対策と思って始めたんですけども、オンラインならではの良さもあり、可能性を感じています。さて、これまでもたくさんの学生がこの地に来て、学んでいただきました。その中で復興を推進する一つのきっかけとなった次第ネット三陸の卒業生、そして全国に例を見ない40日間にわたる地域実習が特色の地域創生の卒業生の方、オンラインで振り返っていただきましたので、その様子をご覧ください。次第ネット三陸卒業生インタビューということで、今回はですね、3名の方にお越しいただきました。まず、小林俊明さんです。本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、三浦千歳さんです。よろしくお願いします。お願いします。続いて、豊島彩香さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、小林俊明と申します。田所学には2012年に入学しまして、2016年卒業、そのまま大学院に行きましたので、2018年まで田所学に在籍しておりました。出身地は茨城でして、東日本大震災の際には自宅の方も、家の瓦が落ちる、うちお寺なんですけれども、お寺の壁が剥がれるなど、被害は多少はあったような地域に住んでおりました。今はそのお寺の関係で、私の所属する宗派の総本山、異行寺といわれるお寺があるんですけれども、そちらの方で職員として働いております。今日はよろしくお願いいたします。はい、三浦千歳です。大正大学には2013年から17年で、今は亡き人間学部人間環境学科のびのび子どもプロダクトコースという伝説のコースに所属しておりました。で、私は、社会人、だから2017年から今年の5月まで、正確に言うと7月までは群馬で、蔦屋書店、本屋さんに勤務しておりました。で、今は実家の神奈川県に帰ってきて、ぼちぼち暮らしております。そんなもんですかね。私は、1年生の頃からなんで、2013年の夏に行ったのが初めて行ったアクトです。で、私は南三陸と、主に関わってたのは完全に次第ネットを通してなので、その後、基本的に年に行けたら2回、が基本的には1回、ずっと卒業までは継続的に参加はしていました。豊島彩香です。2014年入学の18年卒業でして、一応出身が神奈川県横浜市で、今は東京で一人暮らしをしていまして、そうですね、今転職してこっちに一人暮らしと転職をしてこっちに来てるんですけど、前の職場が地元の横浜の本当にローカルな百貨店で勤務をしていまして、今は、都内の、商社の本社の経理をやっています。ですね。そんな感じです。よろしくお願いします。その先ほど言って、私入学したのが2012年、で2012年に大台プロジェクトセンター豊島大学の地域貢献のグループができたようで、で入学当初だったので、一緒に関わって活動をしていました。で、多分その2012年9月に初めて南三陸に
行きまして、まあ、その時は対象大学だけで15、6名だったと思うんですけれども、行きました。まあ、その当時はリヤードもなかったので、宇多津にある青函荘っていう旅館に泊まって活動したのを覚えてます。でその後、リヤードがオープンするということで、まあ、花壇の準備だったり、お皿を入れたりとかっていうプログラムも参加しながら、まあ、大学院卒業するまでずっと関わっていたような感じです。まあ、親戚が岩手宮城の沿岸に住んでいるので、何かしらの形で支援はしたいなっていう思いがあったまま、まあ、高校3年間卒業して過ごし、卒業して、で、大学に入ってみたら、授業の時に先生が、次第ネットを告知していた時に、あ、これだなと思って、まあ、それで参加したのがきっかけですね。そういう東北のその震災のあった土地っていうところに、あの、興味はずっとあって、で、ちょうどその受験の時に大正大学のパンフレット見てたら、その、そういうボランティアありますよっていう、そういうことが書いてあったから、あ、やりたいなって、その時からなんとなく思って、うん、行ってみたっていう感じです。南三陸なんて知らなかったんで、正直な話。でただ、たまたま大正大学に行って、大正大学から南三陸に関わってたから参加したってだけで、まあ、どこでも良かったって言い方は失礼ですけれども、まあ、どこでも良かったんですよ、実際。で、まあ、行って、その青函荘っていうところに泊まったんですけれども、そこから、まあ、目の前が海が見えるんですけど、すっごい綺麗で、まあ、自分の知ってるのはその震災の映像で、濁流が押し寄せて、車が流されて、人が流されてっていう映像からは想像がつかないのが綺麗だったんで、その海を見たときに、まあ、ここにまた帰ってきたいし、ここでいろいろ勉強したいなって思えたっていうのがあって。3人被ったのは、あの、なんだっけ。だから、私、2016年の春、商店街の、ね、活性、三三商店街の活性化に向けての、みたいな、プレゼンをみんなで、ね、おのおのお店に、なんかこう、一班ずつついて、なんかこう、どうしたらどんどん良くなるかみたいな、ざっくりだけど、そういうような活動だったかな。夜中までずっとディスカッションしながらやってましたね。多分精神的にはだいぶきた。自分の中でも一番きつかったプログラムなんで、これは。いや、もう本当に一番めちゃくちゃ印象に残ってるアクトでしたね。そうね。もう人前に立つっていうことをしたのが初めてだったので、リーダーするっていうのもあるだし、そう、それでまあ緊張とプレッシャーといろいろとあって泣きました。あれをやったからこそ、まあ人前に出ることだったりとか何かを表現するっていうものを学んだので、なんか自分もこういうことできるんだなっていうのを気づかされた4日間でした。結構本当に今でもその時に経験したことが生かされてるのかなっていうのは感じます。私もその時こう、だから私も別にリーダーとかそういうことを今までそんなにやったことがなかった人間だったんで、ここに原稿があって、こう読むみたいなことじゃなくて、自分の言葉でちゃんと発表するってことは、私はあの時が初めての経験でした。それはその後多分卒論にも生かされたし、うん。あそこはでも一個ターニングポイントだったなと自分の中では思います。やっぱりそれこそ、まあ大変、一番は大変っていうのもあったんですけど、なんかそれ以上に学ぶものが大きすぎて多くて、学生っていう限られた時間の中でこんなに密接に街の人だったりとか、自分の地元以外の地域以外の人とこういう関わり方ってなかなかないので、
すごい素敵な経験だったなっていうのがすごい思いますね。私はもう単純に人間関係がつながってることが、この来た、行った意味があることだなっていう。南三陸に行った仲間と、まあ今でも集まって昔話して喋ってっていう、で飲んでみたいな、そういう機会が今でもそこで普通につながりができたのが一番嬉しかったし、まあ私もそれで友達を作りに行ってたっていう、そういうところもあるから、うん。今一番生かされてるのは人間関係ですね。勝手に思ってるんですけど、もう南三陸が私の第二のふるさとっていうふうに思ってるので、本当に、まあそうですね、まあ今でもそういうのは考えてますし、なんか自分で何かを作る、とか、まあ、発信力であったり、まあ、人間関係のもうコミュニケーション能力だったりっていうところをすごく学ばせてもらった、プログラムであったり町だったなっていうふうに感じましたね。なので本当にありがたい経験でしたね。そうだな、まあ、震災がなんかちょっとなんだろうな、地元の地域の人から言うとすごい失礼かもしれないんですけど、あの震災があったからこそこういう次第ネットでつながれたコミュニティが生まれたっていうのもあるし、その街を知れたっていう機会にもなったので、もっともっと南三陸であったり東北全体とか、まあ自分の好きな街っていうのをもっといろんな人に知ってもらいたいなっていうのがあるので、ね、なかなか社会人になって時間を取るっていうのが難しいんですけど、その中で自分のできることっていうのをどん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 なんか行動に起こしてやっていって、もっとね、いいようにしていきたいなって思います。今ちょっとずつ復旧復興している町であるから、それがどんどんこのまま順調に進んでいって、まあそれこそ私はまあさっきまで、そのさっきまでっていうか、その当時とか被災地っていうやっぱり印象だったのを、その世間からまあ観光地だったりとか、そういうまたどん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 そういうポジティブっていうか、まあ、まあ、だからといって、じゃあ、被災地がネガティブかって言ったら、そういうわけではないかなとは思うんですけど、なんかまた違う形で、街がもっと知っていってもらえたら、なんか私たちも嬉しいなっていう感覚かな。実は変わっていくのも、今の南三陸も、まあ、それがずっと好きであるというか、まあ、面白いなと思いながらいるので、多分この時間経っても遊びに行ったりとか、まあ、いつか何かの時に行きたいなってずっと思うところなのかなって思うので、まあそこをいろいろ逆に住民の皆さんから本当にそれを学ぶっていうのが意味なのかなって思います。常にこうやってこういう機会をいただきながら考えるきっかけをいただけているっていうのはありがたいですし、まあそうしていけば、まあ、震災もそうかもしれないですけれども、忘れなければ何かしら役に立つときっていうのは必ず来るのかなって思っているので、まあまた10年後こういう企画があったら、その時に何か生きていることがあればお話できればなって思っております。はい、ありがとうございます。では、小林さん、三浦さん、豊島さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。バイ。では、今回ですね、地域創生学部卒業生インタビューということで、お二人の方に来ていただきました。まず、登米市地域おこし協力隊の丹菊龍也さんです。本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。続いてですね、長岡造形大学大学院の星野幸太さんです。本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。現在23歳、
東京生まれ東京育ちのいわゆるシティボーイであった、丹菊龍也と申します。今年の3月に大学を卒業して、そのまま4月に宮城県の登米市の地域おこし協力隊移住定住支援員に着任いたしました。今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。現在22歳、11月で23歳を迎えます。栃木県生まれ栃木育ちのローカルボーイ、星野幸太です。今年の3月に、地域創生学部の1期生を卒業して、今は、新潟県長岡市にある長岡造形大学の大学院に通いながら、長岡市の地域おこし協力隊としても活動をしております。今日はどうぞよろしくお願いします。初めて南三陸訪れたのは大学の時ではなくて、高校の時に、震災のボランティアで初めて入ったのがきっかけ で、しばらく足しげく通わせていただいて、で大学の実習でも、1年生3年生とお世話になった地域で、初めに行った時の印象っていうのは、やっぱりまだ2年ぐらいしか経ってない時だったんで、やっぱり瓦礫の山があちこちに、あったりとか、あとは街の様子なんかも今とは全然違う、やっぱりどこかなんか寂しい感じがするような印象を受けました。ただやっぱりその時でも、今でも人がもうずっと変わらずに温かく受け入れてくれて、なんかそこにすごい僕も安心感というか、そこに行くことによって家族のような人たちがみんな出迎えてくれるような、そんな場所であったので、そこからもうどんどん南三陸のファンになって、通っていくというような感じになってました。まあ、僕が初めて行ったのは2016年で、まあ、震災があってからもう5年近く経ってるところだったんですけど、なんかやっぱ南三陸町っていうと、なんかやっぱ東日本大震災で被害を受けたっていう地域だから、なんか正直なんか南三陸町に行ったら、なんかその地域の人ってまだ落ち込んでんだろうなみたいなことを思って、まあ一番最初は行ったのを覚えてるんですけど、でもなんか行ってみたら全然そんなことはなくて、なんかもちろんなんか震災はあったけれども、じゃあこれからどうしていこうか、漁業とか林業とか農業とか、やっぱそれだけじゃなくて、やっぱなんかどう町を作っていくかっていう、なんかそういうなんか人の思いっていうのに触れて、あ、なんかすごく元気な街なんだなっていうか、やっぱ活力がある街だなっていうふうにやっぱ思ったのがすごく印象的でしたね。南三陸会う人会う人すべてがなんかすごい方ばっかりで、もうなんかな、本当に師匠と呼ぶべきばかりの人もいれば、もう大親友みたいな感じるような人もたくさんいれば、本当にいろんな方いらっしゃって、なんだろうな、すごい楽しい雰囲気を感じさせてもらってます。もうなんだろう、いろんな出来事があって、いろんな人がいて、なんかなかなか会えないだろう人種がこの南三陸に集まってしまって、なんかそこでいろんな可能性が開けていって、なんか最後いい感じで化学反応が起きて楽しめたチームだったんじゃないかなっていうのがすごい。なんかやっぱ地域から学ぶことも多いけど、やっぱそのさ、人との関わり方とかコミュニケーションとかさ、結構そういうのもなんか勉強になったなって思うし、やっぱ40日間過ごすと仲良くなるよね。特にやっぱり一期生で先輩もいないし、前例もないし、そんな中でなんか何をすればいいんだろうみたいな感じに、先生たちも僕たちもなってたっていうところもあるんで、本当に絆は誰よりも深いんじゃないかな。励みになるよね。うん。一緒に実習乗り越えてきたやつらが頑張ってるんだって思うと、負けてらんないじゃないけど、あ、ちょっといろいろあってもくじけないで頑張ろうって思えるし。そこはやっぱり絆の深さですね。
一期生としてね。うん。うん。そこはあるわ。気仙沼の銭湯を復活させたいという思いのもと、なぜ南三陸に来たんだっていうところなんですけど、あの、銭湯をやるには大掛かりすぎて、僕なんかではできないんで、なんか、そのための研究として、手軽にできる足湯っていうのをやらせてもらって、南三陸の特産品なのか、薬草の陶器っていうのを使わせてもらって、それが結構いろいろ、反応良くて、また入りたいっていう方いたりとか、雰囲気すごい良かったって言ってくださる方もいらっしゃって、すごい僕の中で銭湯をこれからやっていく上で貴重な時間をいただけたなっていう印象です。いや、なんか俺が言うのもあれだけど、すごく良かったと思う。なんか、うん、なんだろうな。なんかほら、地域創生学部っていうとなんかさ、すっげえ大きいことをさ、なんか派手にやらなきゃみたいなさ、なんかところが俺もあったんだけど、でも、そのなんか足湯っていうすごく馴染みやすいものをきっかけに、その地域と関わりを持ったりとか、しかもそれをさ、ぎっくん、研究、いわゆるほら、卒業研究とかさ、今の活動にもつながってるっていうところだと、やっぱそこはすごいなって思う。本当ありがとうございます。すげえと思うわ。なんか、南三陸から一番学んだのが、感謝。人や前、なんか感謝するっていうのを、すごい、一番学んだなっていうのが、それまでもやっぱりいろんなところでそういったことを学ぶ機会あったんですけど、なんか人の根本っていうか、本当の感謝するっていうところを、この場所、この、南三陸に住んでる人から、教えられてきたなっていうのがすごいあります。なんか自分が動くこととかかな。なんか自分が動いて初めて地域の人も動いていただけるっていうか、なんかある意味なんかどんどん行く回数を重ねることによって、お客さんじゃなくてなんか一緒にやる仲間とかっていう風になんか地域の人とかもやっぱ言ってくださることがあって、やっぱ他力本願じゃなくて、やっぱ自分から動いたりとか、自分がなんかこういうことをやってみたいっていう風に発信していくことが、なんか自分の未来を作ることにもつながるし、なんか強いてはそれがなんか地域の人と一緒にやるきっかけにもなるんだなって思えたことかな。結構南三陸以外の地域も行ったりしたんですけど、まあ、そこもやっぱりいい、部分いっぱいあってすごい楽しんでるんですけど、やっぱり積極細部に帰ってくるのは南三陸なのかなって、今止めにいますけどもやっぱり南三陸いいなって思える部分たくさんあるんで、どうしても帰ってきちゃいます。綺麗な海もありますし、美味しい食べ物もありますし、なんか見ていてやっぱり飽きないところあるんですけど、でもやっぱ人に会いに来るっていうのが一番大きいのかなって。なんか俺もそんな感じかもしれない。なんかまたあの人に会いたいっていうか、そういう人がたくさんいる。今どうなのとか、やっぱすごく自分のことを気にかけてくれるし、なんかすごくちっちゃなことでもやってみると、あ、すごいじゃんとか、まあ言ってもらえたりとか、なんかやっぱその、今の自分で、やっぱその会いたい人、やっぱ人に会いに行ってたのは大きいなって思う。職業柄というか、人と会うことが多い職種なんで、なんだろうな、まあ、感謝って言いましたけど、その、会ってくれることにまず感謝して、で、自分なんかの企画に付き合ってくれることに感謝して、本当に自分一人では成り立たないことも、いろいろ協力してもらったりとか、話聞いてもらったりとか、なんか、そういったところでやっぱり、人を敬うっていう気持ちを南三陸で学んできたので、
そこは多分一番活かせているのかなというふうに思っております。やっぱ感謝とかもあるけど、やっぱ、ね、一人じゃできることってそこまで多くないから、うん、その人とつながることの大切さっていうのはやっぱ南三陸で学んだし、今の活動にも生きてるのかなっていうふうにと思うかな。やっぱいろんな人に出会うと自分の選択肢っていうのもさ、やっぱその人の数だけ広がるしさ、うん、一人の人とつながったことがさ、またその人が違う人につないでくれたりとかするからさ、なんかやっぱ人とつながることの大切さがを南三陸で学んだと思うし、でやっぱその人とのつながりが自分の可能性とか人とか地域の可能性も広げるし、なんかあとはそのつながった人をと今度は誰かが自分がつなげる役割にしようみたいな、なんかやっぱそういう風なところもやっぱやっていけるようにやっぱ今度なりたいなっていう風に、学んだことが今生きてるし実践しようとできてるかな、まあしようとはしてるって感じ。まあ、南三陸のお隣の登米市というところに来て早5ヶ月半年が経ったんですけども、移住、定住って、まあなかなかやっぱり今コロナで、移住、地方に移住したいっていう方、考える方増えてると思うんですけど、でもなかなかやっぱり行動に移すってなると、本当に難しいところがあるところだと思うんで、なんかやっぱりこの登米でいろんな魅力だったりとか、どういうところなのかっていうところを誰よりも詳しくなって、そして移住してくる方だったりとか興味持っている方に不安を取り除いたりとか相談に対してちゃんと受け答えできるような、そういったところをこれまで南三陸で行ってきた実習で学んできたことだったりとか、あとは学部で培ってきた経験だったりっていうのをここで活かしながら伝えられるような、そして今後将来やっぱり南三陸で銭湯っていう夢を持ってるんで、それを実現し南三陸の人だったり東北だったりあるいは日本に恩返ししていけるような、そんな心意気で、ますます自分の腹も経験も心も大きくしていけたらなと、余計なのが一つ入ってましたけど、そんな風に思ってるんで頑張ります。結構なんか大学4年間ってやっぱ思い返すとすごく貴重だったなって思うから、でもじゃあ今から改めて大学に入り直して同じ経験ができるかっていうときっとそうじゃない。で、今はやっぱ長岡市の大学院生と協力隊っていう立場で2年間やっていくっていうのも、きっと今できる2年間と、次また違うところでやる同じね2年間を過ごすって言ってもきっと違うから、やっぱこの今一日一日とか、この時の出会いとか活動とか、今できることっていうのを一つ一つなんかやっぱやっていった結果が大学4年間良かったってなったと思うし、南三陸ってすごくいい地域って思ったと思うから、やっぱり今できることをやっぱ一つずつやって、でまあ2年間過ごして、まあなんか人としてもなんか大きくなれるようになっていきたいなっていうふうに思います。ありがとうございました。